寿司割烹トトの柴田です。当店、丹後の食材にこだわってまして、僕は丹後出身ということで自ら丹後に仕入れに変えております。メインは浜詰にある夕日ヶ浦というところのお魚が中心になるんですけど、僕も週に一度は必ず漁船に乗って南北っていう魚の中から一番いい魚を船上で選別させてもらってます。自分で活締めして、熟成させてお寿司のネタにもさせていただいております。お米はもちろん丹後のお米ですし、お米を炊くお水と出汁のお水は丹後から山水を汲んできて炊き上げさせていただいております。お酢の方は丹後宮津の飯尾醸造さん、まず無農薬のお米作りからされる、お酢会社さんでして、昔ながらの伝統ある製法で作られているお酢会社さんのお酢を使用させていただいております。赤酢をベースにブレンドしてますんで、お砂糖の方は一切使わずに、お魚が取れたところの夕日ヶ浦のお塩だけでシャリの方は作らせていただいております。タンゴの地ダコですね。今の時期はアワビやサザエを食べて育つんで、すごい旨味が強くなっております。坂井隆之さんの、こちら VG10、ダマスカスという包丁を使わせていただいてるんですけど、すごい切れ味もいいですし、あと柄の部分が樹脂ということで、すごい衛生的にもいいなっていうので、こちら愛用させていただいております。切れ味ももちろんすごいいいんですけど、刃付けもすごいしやすくて、とてもうちで重宝している坂井隆之さんの包丁の一本です。七色 VG10 ダマスカスですね。こちらすごい使い勝手が良くて、切れ味もいいので、すごいおすすめの一本だなと思います。シャリとこうネタとの一体感をすごい大事にしてますので、口の中でこう一つの料理を完成させてほしいので、それが完成できるような握りを目指して一貫一貫握っております。当店イカをちょっとこだわってさせていただいておりまして、普通、イカってカツの状態で出回ることってほとんどないんですよね。なんでそこに目をつけて、必ずイカは自分で帰って、生きたイカを締めて、それを使用させてもらってます。で、イカの切り方にもちょっとこだわりを持ってまして、で、3枚に薄くスライスして、それをそうめんのように細く切ることによって、シャリとこう、ネタのイカの方が口の中でこうほどけて溶けるような食感を楽しんでいただけたらいいなっていう思いで、イカの方が作らせていただいております。やっぱり一番嬉しいのは、お客様が美味しい、また来るねって言って帰ってくれる時が一番幸せやなと感じる瞬間ですね。